さて藤岡先生、はい、今回も出雲弁よもやま話、はい、楽しく始めていきたいと思います、はい、よろしくお願いします、先般ですね、視聴者の方からこの番組への感想が届きまして、ちょっとそれ紹介を先にさせていただきましょうか、はいはい、80歳を過ぎてもこの番組を見ていると聞いたことがない出雲弁に出会うことがあり、とても興味深いですという、そんな感想を寄せていただきました。出雲弁はね、地域差がありますわ、はい、例えばその出雲の西部の方とか、はい、奥部だとか東の方だとか、それによってね単語なんかも違うんですね。それからアクセントね、それからその訛りというのもありますよ、違うんですよ。だから初めて聞くことが、言葉が随分ある、うん、まだまだ90や100では全部知るだけにはいきませんけどね、たくさんありました、出雲弁。じゃあこの番組で少しずつですけど紹介していきましょうかね。はい、では今回の最初のキーワードからいきたいと思います、はいはい、これです。アバカン、アバクという言葉が元あって、これはまた収まるとかいうような意味ですけど、ほとんどこのアバクは使いません、うん、悪いのはアバクとあれと全然違いますけどね、はい、だから否定で使うんです、いつでも。ほとんどアバカン、アバカン、はい、アバカン、アバカンというと収まらないということですので、例えば量なんかでもたくさんだったらアバカンです、うん、体育で体育でも、うん、意見とか、はい、のくて意見、はい、体育でアバカン、のくてアバカンですわ。それから例えば、うん、もう仕事がいっぱいあって、うんうんうん、自分では処理しきれんほどもういっぱいある時なんかも使いますか。そうです、その時も、はい、もう仕事が体操来てアバカンほど来たわとかね、でそれがまた、はい、アバカンだけじゃなくて、うん、アバキが使うんだとか、はい、そういうちょっとこう変化したようなね表現もありますね。まあ大体アバキが使うっていうのはなんていうか、ちょっと迷惑っていうのは、体操もらったのもバリンモンでけんっていう時にね、あばきやつかんほどもらったわ、もう、処理しきれないというような意味ですかね。そうそう、もらうですが感謝ですわ、普通は。だけども自分のところでも、もうね、ちょっとどうこうしてるという感じですかね。それから暴えたもんだない、暴えたもんだないみたいな、いつも弁もあるみたいな、ありますね、これもね、はい、アバカンと同じことですわ。だからそれが多少のきつさとかゆるさとかいうふうなものの表現ですので、アバカンと同じことだと思う、いいと思いますね。意味は一緒だけど、まあその場面場面によっての使い分けですか。やっぱその場の雰囲気でパッと出すんですね。それは相手のその表情やなんかを忖度しながら出てくるんですよ。でもまたそれが出雲弁の良さでもあるんですよね。オブラートに何もも包んで、はいはあ、そして辛くないように苦くないようにして相手にしかも伝えていくっていうんですからね。それがなんか出雲人のある種の優しさみたいなのもあるような気がします。もう日頃から付き合ってたり、あるいはその場の雰囲気で絶対分かりますから、それによって調子変えていくんですよね。じゃあ先生、はい、アバカンほどこの出雲弁のお話をしましたので、ちょっとここらで熱くなってきましたし、喉を潤しましょうかね。うわー先生、見事です。見事ですね、でんでん虫が乗っかってますよ。アジサイですね。あ、早速いただいてみましょうかね。出雲弁保存会会長の藤岡大拙先生とお届けしています、出雲弁よもやま話。さて先生、後半です。
キーワードがこちらになります。拝み、これは、よそ見、こっち向いとらにかんのによそ見向いとること、拝み、例えば普段どんな風に使いますか。拝みせ、そこに運転せ。この拝みっていうのはね、ほかみだって言いますね。で、みがよそ向いとるということですね。拝み、拝み、それが拝みになったんだと言いますね。ほかめが語源と思っていいんですか。語源、そうですか、授業中もよく窓の外見て拝みしとったもんです。そうそう。何を乙女のようにこう中に叱られてねえ。じゃあ出雲弁ではそれが拝み、拝み、で先生次のキーワードなんですけど、これちょんぼ、ちょん、ちょんぼっていう発音ですか。ちょんぼ、ちょんぼですわ。ちょんぼ言いますとね、はい、なんかあの麻雀に出てくるの言葉になりますので、アクセントがね、ちょんぼというのは失敗したかなんかですか、そんな意味でね、はいはいはい、ちょんぼしたみたいな、ちょんぼしただ、はいはい、それじゃなくてちょんぼですわ、ちょんぼ。お、うん、例えばなんとか言って、ちょんぼごいた、はい、いう意味です。あ、ちょんぼということは少しっていうことで、いうことですか。そうです、ちょっとだけですね。はあ、じゃあ、あばかんほどの、なんとなく反対ですね。あばかんだなんて、ちょんぼもいけんが、あばかんもいけん。だから例えば、きゅうりいっぱい作っとられる人に、そぎゃあばかんほどもらわんでいいけん、ちょんぼでいいけんみたいな会話になるんですか。そういうことですわ。今のところでも出雲人の、気質が出ておりましてね、ちょんぼでいいですわけさ、あばかんよりもね。だけどほんのちょんぼいと一本や日本で言うかとそうじゃない、やっぱ適当にくださいという意味ですが、私なんかほんとちょんぼでいいですけって言って、でもやっぱりちょっと多めにもらうと嬉しいですからね。そうです、そういうことですね。その本当のなんていうんですかね、微妙なやり取り、先生その、さっき最初のほがみ、ほがみ、よそ見のことでしたね。ほがみと、それからさっきのキーワードちょんぼ、この2つを使った川柳を視聴者の方が送ってくださいましたので紹介します。ほがみしてちょんぼのでごへごまくれかけ、鹿島町の山本さんからいただきました。こら、まあ、出雲弁が3つも4つも入っとるんですよ。どういう意味ですか。いや、よそ見て歩いとったら、はい、このちょんぼは少しでしょ、はい、でごへごは上がったとこはここでこぼこしてることですわ。あ、でこぼこをでごへご、でごへごっていうんです。はい、まあ、くれるは倒れる、はい、転ぶ、はい、だからよそ見して歩いちゃったらほんのちょっとしたところでもつまずいてまくれかけとは、まくれずに済んだけどおっとっとで済んでおりますけどね。これはね、十分気をつけないといけませんね。でごへごはそういうことですよ。でごへご、どっちが上かどっちが下か知りませんがね、はい、まあ、でごがおそらく上ですわ。でごへご。この川柳を送ってくださって山本さんですけれども、うん、質問も一つ書いてありまして、ちょんぼという言葉とちょんぼし、これはどう違うんですかっていう質問が書いてありました。そら私も分かりませんわ。しがつくことによって、これあまり意味は関係ないけれども使い分けがある、なんかそこのニュアンスのその場の雰囲気をどうして和らげたような気持ちの良いな雰囲気にするのは、しをつけたかいいかつけないかいいか、これは直行に直行を邪魔すすますわえて上がっていくのか、直行すお邪魔しますか、この前もですね、しつけたかいいか、はい、質がない方がいいか、その場の雰囲気をですね、その AI の AI です、なんていうのか知らんが、はい、ものすごく頭の中でぐーっとこう考えて、何も何ですか、何十 何億分の1秒ぐらいの回転で。でも
結局は意味は同じだということですね。じゃあ山本さんもその場の雰囲気で使い分けていただきましょうかね。で先生、さっきも質問があったんですけど、もう一つ視聴者の方から質問が届いてますので、はいはい、これも読ませていただきたいと思います、はいはい、何十年も前の話をした時にそんな昔のことを言うのって感じで、先輩から、うん、愛宕さん時代のことかやって言われました、うん、大昔のことを指す表現で、うん、このような使い方が出雲弁でありますでしょうか、うん、ということで出雲市の高橋さんという方からこんな質問が届きました、うん、愛宕さん時代のことかや、大昔のことを表現するとき、うん、私もそれはね、はい、聞いたことありませんわ。あら、はあ、先生が聞いたことない、ね、はい、愛宕さんじゃなくてね、愛宕さんでしょう。愛宕、はあ、武将の、戦国大武将の愛宕さん。それとちょっとまた時代がちょっと下がりますけどね、言うんです。それはこの愛宕さんとか愛宕さん時代というのはね、古いということの代名詞に使うんですよ、出雲では。あ、そうですか。それでそれは別に戦国時代ですけど、せいぜい500年かそこらの昔のことですけど、うんうん、はい、相対的に古いというところ、しかも古くて捨て屋なもんじゃなくて、その価値のあるようなものを愛宕さん時代とこう言うんですよ。あ、そうですか。多分そのことじゃないかなと思いますね。愛宕さん時代っていうのを愛宕さん時代に、はいはい、あの間違えて聞かれたのか間違えて言われたのかですよね。じゃないかと思います、はい、これはもう完全な出雲の使い方ですわね。よそでは使えません。誰が最初に言ったもんか知りませんけれども、うん、やっぱり出雲人だなと思いますよ。出雲人の気質が出てますか。気質が出てますね。ちょっと今日はこういうね、はい、あまり馴染みのないことでしたけど、いい勉強させていただきました。こういったお手紙もぜひ送ってもらいたいですね。はい、ですね、はい、お願いいたします。まだたくさんあると思いますね。そうですね、今回は視聴者の方から出雲弁川柳を送っていただきました、はい、またちょっとね変わった質問もいただいて、いい勉強もさせていただきました。ぜひぜひこういうお手紙どんどん送っていただきたいと思います。ということで、はい、今回も時間となってしまいました、はいはい、先生どうもありがとうございました。